知っていただきたいと思いまする、はい、我ら名古屋おもてなし部将隊私陣笠隊夏にございまする。拙者トーマと申します。助けにござりまする。インタローにございまする。部将の方々をお助けしまする。関空名古屋の戦を東へ西へ我ら縁の下の力持ち名古屋おもてなし部将隊陣笠隊よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ元気に入ってやってくれたお嬢ちゃん、お名前はミオちゃん。ミオちゃんに大きな拍手を。元気がいいですよ。ありがとうございます。さあその元気皆様もですが見せていただきとうございます。これよりは皆様方にはただ見ていただくだけではなく勝ち抜きというものに参加していただこうと思いまする。インタロは勝つ時とは戦勝祈願にございます。右手の拳を天高く大きく上げえいえいおーえいえいおーえいえいおーと三度声に上げるものにございます。皆様にはこのおーの部分を共にやっていただきたいと思います。準備はよろしいでしょうか。はい、よろしゅうございますか。右手の拳を天高く上げてください。ありがとうございます。まだ上げてない人がおりまするな。ありがとうございます。ありがとうございます。後ろもちょっと見えてます。ありがとうございます。それでは行きますと加速者それえいえいあは400年前より蘇るし物の不集団。本日は現世という戦国のように生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を精神性お届けする所存でございます。世は大変なれどその暮らし楽にあらず民は必死に生きております。その様は400年前戦国ルート何も変わりません。故に方々は蘇る。平地ここはどこじゃ。戦場にございまする。次郎三郎ここは桶狭間か。違います。渡さここは三方ヶ原か。違います。清正ここは長城か。違います。平氏ここは関ヶ原か。違うぞ。ではどこじゃ。日の本の国平成令和年の合戦場にございます。えあるか面白い。やどん羊じゃ。全然拍手が聞こえんな。この生涯風のように流麗なること。文化無人の鏡だ。天下御免の歌舞伎者前田慶次。ほら、乗ったらでこいよ。やりゃ写真を撮れ。名古屋以外から来た者はおるか。正直だな、名古屋の名物を教えてやろう。きしめん、台湾ラーメン、そして三つ目、ワイナーケース、イケメン。いや、おい。これ来いよ。たまけ。お主はもう死んどるわ。さあ皆の者、今一度写真を撮れ。撮った写真は後で拡散として。いや信じる道を貫け。さすれば笑顔の桜が咲き誇る我が人生のようにな。我こそは天下御免の歌舞伎者前田慶次。いやはぁ秀吉様に生涯を尽くし槍を振るい続ける男、忠義を尽くして城を築く加藤清正。
天の内を比べれば夢幻のこと。ひとたび勝負エッセのもののあるべき我が第六天魔王
織田信長でよる。なるほど、名乗りを上げよ。我ら名古屋おもてなし武将隊、今ここに呼びたい。カバー。誰も考えることもなかった天下布、それがわしの夢じゃった。どうぞ。その通りにございます。わしが信長様の夢を引き継ぎ、この国を整えたんじゃよ、信康様。さようにござる。現の縁、あまり聞いたことがなかろう。わしが作ったこの町は、武器を伏せて大変なのです。俺皆の衆、今の時代はどうじゃ。この時代もその精神は続いておる。しかし、今もまさに戦国。大変になるぞ。皆も苦しい戦をよう戦っておると聞いておる。ゆえに、我らの話を聞け。戦国世の我らがどう戦い、どう生きたか。今日は何の話じゃ。は、長篠の戦いにございます。であるか。しかとその目に焼き付ける。やばい。信長様、武田勝頼軍による三河侵攻が始まりました。時は来た、兵を動かせる。鉄砲隊一陣の命が下りました。入るぞ。一番手柄を乗っ取るのじゃ。秀吉様、武田軍を横槍より攻めようとの命令です。それ動き動き、手柄を立てるのじゃ。信長様に一層攻撃の命が下りました。おのおのから準備はよろしいか。皆の者、手柄を立てよう。はっ。出敵は一度前に敗走いたしました。我が軍の勝利でございます。ようやった。いやー、なんとかこの戦も生き残ることができたな。本当大変な戦でしたね。まことじゃな。さすが信長様、見事な作戦じゃったな。ノーリン太郎、どうしたリン太郎。わしは悲しいんじゃ。せっかくも勝ち戦なのに、嬉しくないの。わしらと同じ足軽でも戦場で武功を立てた者おると聞いておる。それに比べてわしらは来る日も来る日も出ねえ出ねえ出ねえじゃ。わしはそれが悔しいで。そんなこと言ってもわしもそうも思わんでもないぞ。東馬さんまで決死の死に様で仲間たちを奮い立たせた。堀一名門殿もわしらと同じ足軽の命。それを考えるのは戦場におる限りは何かを成し遂げたい。そうは思わんか。わしはそうは思わん。わしらだってよう働いたではないか。その通りじゃ。助け、信長様。お前らは十分な武功を手に入れておる。さる、教えてやれ。はっ。ええか、こたびの戦何故勝てたか、ほれ言うてみ。信長様の見事な采配にございます。そうじゃそうじゃ。じゃがそれだけではないんじゃ。それだけではない。ほれ凛太郎、言ってみ。武将の皆様がその采配に見事に応えなさりました。そうじゃそうじゃ。じゃがそれだけでもないんじゃ。それだけじゃない。おなんつう、わかるかや。わかりません。お主らじゃ。わしらが。お主らがここぞという時にちゃんと伝令をしたから勝てたのじゃ。しかし伝令を軽んじるではないぞ。戦は全員の心を一つにせねば勝てるものではない。主らは戦場を駆け回り、見事我らを一つにまとめたのじゃ。それが主らの武功じゃ。ありがたき幸せ。我が軍に必要なき人間は一人もおらん。ようやった。これからも励め。また戦が激しくなってきたようじゃ。主らの太鼓で皆々を鼓舞するのじゃ。
ここにおる皆々に伝える。出ろー、この苦しき時を一丸となって耐えようとの命令です。さすれば必ずや太平の世をやっていきましょう。今は苦しくも必死に懸命に、そうすればいつの日か知らは。なんと。どうなんじゃ、この10日間を活用いたし、1日1演目芝居じゃなをやって、戦国時代の初めから終わりを皆々に届けてまいろうというものをやっておるんじゃ。で、こたびの演目は長篠の戦いという戦いなんじゃが、年家はこの戦い一体どんな戦いじゃ。場所はこの終わりの国と同じくして愛知県に組み込まれた三河と呼ばれる地域、この地域にかつてあった長篠と呼ばれる場所にて、なんと信長様が大量の鉄砲を使い、当時最強無敵とまで言われておった武田の軍勢を一網打尽にした戦であるわけじゃな。まあおそらくこの中に知っておる者も多い戦やもちりんが、こたびはなんとその長篠の戦いの中で伝令として戦場を駆け巡っておった足軽たちの話であったわけじゃな。さあこんな足軽であるが、秀吉や、おお主も足軽の出じゃな。そうじゃ。あのように伝令走り回っとって、お主なんか思ったことないんじゃ。あ、やはり大きな戦をしたいと思ったことはたくさんあるんじゃが、やはり実力主義である織田家では、まずは小さな仕事ができんと大きな仕事はできないということで、わしがやっとったの、この天下人豊臣秀吉、最初の仕事というのは草履取りだったんじゃ。織田信長様が
外出されるときに草履を準備する係なんじゃが、ただ簡単にそれを揃えておくだけじゃつまらんということで、何をしたかというと、わしは懐で温めてぬくぬくの草履をわしの36と5分の体温を温めたということです。いかがでしたか信長様。そうだな、少し獣臭かった。猿でございますから。お前の話はどうでもいいんじゃ。そうよ、やはり長篠の戦いといえば鉄砲三段打ちが有名じゃろ。知っとるか。鉄砲を順番に弾を込め装填放つという、この3つに分けるんじゃが、実はもう一つ革新的な技術があった。それが馬防柵と呼ばれる、いわゆる野戦築城と呼ばれるものです。これは世界中広しといえども、これよりは重要な話で、世界中足掛けここで戦を決するということで、いわゆる罠を作った戦なんじゃな。ここにて当時日の本最強と言われておった武田騎馬軍団の馬を防ぐという作戦でござった。そこから鉄砲でワンバン撃ち、そしてとどめを刺すが、しかしこの軍を破って鉄砲がまだ撃ち切らんうちに柵を乗り越えて怪我したやつがさあ、そんなやつおりますか。そんなやつはおりませんでした。お前だ、お前だ。お前の年何やったんだ。いや、わしの口から。当時この長篠の戦いの折、織田軍の大奉行として信長様の下で鉄砲隊を率いておったわしなんじゃが、つい戦場の熱にな、耐えきれんくなり、鉄砲というのは基本的に相手方を待って使う道具であったにもかかわらず、相手を待ちきれんかったわしが何をしたかと申すと、指揮官の立場でありながら槍を片手に持って馬防柵を乗り越えて敵が来る前に敵に突っ込み、足を切られて怪我をし、配下に引きずられて戻っていく。以上にございます。違うものがお披露目されましたね。鉄砲三千丁というのは約一丁が、今の体格に合わせると約50万一丁、鉄砲三千丁15億円ほどが一瞬にして泡になるところであった。あ、やめてお披露目式なので、あ、そうか。せっかく10人揃ったらここでまた世界だったら、そしてここにおる徳川家康も参戦しておるな。さよう、織田家の方々、ご自由でよいです。皆聞け、そもそも長篠の戦いというのは、わし徳川家康の戦だったんじゃ。その援軍に参られたのが、織田信長と筆頭に、まあ、ご家中の方々ということで、俺、前田利家殿、我が戦、利家殿のおかげで、えらい淡く、そういったギリギリ手前のことでしたぞ。やめてください。やめてください。なんか今日攻められる日だな。役にかもしれない。ちなみに豊臣秀吉とのはその頃長篠の合戦ではどのような働きっぽく。わしはもちろん信長様の後方を守っておったがゆえに、信長様はここにおるとしたら、わしがまあこの辺におり、はい、わしより後ろにおって偉そうに踏んどるかに。そんなことするわけございません。信長様、もう後方の信長さんの背中をわし秀吉がお守りいたします。誰が来たんじゃ。誰も来てない。しかしながら信長さん、そういうことを言ってると突然わからぬ謀反を起こされて、これは仮の話ですよ。謀反を起こされて寺に寝てたらいきなり火を放たれて死んでございますかもしれませんぞ。そういったことで後ろから来たな。織田家の方々はご自由ちは。そもそも長篠の戦いというのはわし徳川家康の戦であった。信長殿、ご助力ありがとうございます。さあ、ということで、おお、なんじゃ、わしも清正もこの戦デートになったね。かかっとるわ。なぜ蚊帳の外じゃ。前田刑事、お主は出とらんで蚊帳の外。これから清正に関してはまだ慣れとらんで蚊帳の外。すると思うが、わし秀吉、あのこの民の前ではこんなんじゃからね、もう今は。もう昔はもっと偉そうだったかもしれんけど。初めて見る天下のお姿に、ちょっと届いてもらって。あのよ、誰の。そして、
この戦撃は織田の不語りということで、戦国の始まりから終わりまでつなぐということで、なんと明日も明日も秀吉との明日はどのような物語が明日は本能寺だなぜ喜んでおられる悲しいんです信長様が明日痛い信長様親指だけ打ってやるまだ黄金週間中殺しだぞ生で言うな信長様結構早く死んでしまった申し訳ございませんしかしながら信長様明日の本能寺の変でいかにわし秀吉が信長様の夢を引き継ぐ覚悟をいたしたかそしてその後の家康様が覚悟をいたしたかが分かる演目になったんだ後ろめたいことは全くないじゃんこれ前向きな演目でござるゆえにぜひぜひ明日は上に皆も来てくれ大炎上大炎上口は慎めできるだけ少ない言葉で今敏感になっている我ら名古屋大寺支部所帯実は10周年を迎えてなんと、なんとつぶやき機ツイッターなるものを開始いたしたんじゃないか炎上っていう言葉に敏感なんですけど炎上はさせてはいけないということで信長様この南々が名古屋おもてなし部招待をフォローなるものしてくれれば明日何がやるのかというのが動画に前日に公開されるがゆえにあ次来るとこういった話が分かるんじゃというのがまた一度お家に帰っても分かるということでぜひつぶやき機をフォローしてちょうよろしくお願いいたでございますそして明日も名古屋城で待っておる本日のおのおふ語りは以上でーすさあそして中には気になっておるものがおるだろうなそうですなこんだけ陣形を構えたら何をやるのかと何をしてください実は写真撮影会じゃんありがとうございますさあでは幕を上げようようこそ名古屋へぜひ南々この文字とともに我ら武将をしかと取っていってちょうみんな正面からでよろしいでしょうか参ろあ、両参る5、4、3、2、1しまいじゃーん今日取ったありがとうござるさあ、ルシャルから見て右翼型取ってまいりまだ下が来た来たでは、参るぞ5、4、3、2、1しまいじゃーんありがとうございますさあ反対側参る鹿とからくり帳を用意いたせ待たせたのよう来てくれたまなああ参る5、4、3、2、1しまいじゃーよいかなありがとうございます大義であるありがとうさんちゃったありがとうさんさあ我らの姿を日の本全土に拡散してほしいそしてこたび改めて申すが10名揃った2人前へ出てまいれはっまずは鎮圧隊いいだろう何か何々一言申すはっ改めまして、陣ヶ崎凛太郎と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。拙者かつては商人をやっておりましたゆえ、皆様には名古屋の海屋門をたくさん紹介できたらいいなと思っておりますゆえ、これからも応援よろしくお願いいたします。蘇ってまいった加藤清正であるわしは片付けるつぶれてる片付けるつぶれてるつぶれてまったな頑張れ片付けることにさっきつぶれるぐらいなんでもないわ清正よ向こうに拡声器があるでまずは向こう側へ参れそちらにもあるぞそちらのを使うしかとお主の声を届けよ二倍しと仕切り直しじゃありがとうございます。この度二
再び蘇ってまいった加藤清正である。本音情けない。本音をもって武将大義10周年ということでますます持ってこの名古屋市と見に来てファイターみなみなのご多幸、そしてその奥にあるみなみなの民またも尽力させていただく所存に戻る。引き続きよろしくお頼み申す。以上、我ら名古屋おもてなし武将隊はこの新時代令和の世もこの10名で戦い抜いてまいる。この名古屋から広本全土そして世界中に生きる活力を届けたいと思っておる。令和の世もよろしゅう頼んだ。さあ、この決意の思いを勝ちの金に巻いてまいる。皆の者勝ちの金をあげよ。はあ、名古屋とここに集まりし南田の明るい未来に向かって勝ちの騎士はそれへ。えいえいあえいえいあえいえいあ。さあ、では南田、これで終わりではなく、なんと次は配達誓いを行いたいと思う。ありがとうござる。その前に我らは取材なるものを受けなか、故にその我らが取材を受けている間に配達誓いの列を作っていってほしいんだが、まずは